あ、いいじゃないですか。さて今回は過去3回の放送から内容を凝縮してダイジェストでお送りします。Dismantled and lost it. The summer winds came with your voice so soft it. The ocean moved.はい、始まりましたキャンプスタイル。今回はゲストになんとテレビ、特にテレビ和歌山さんで15年ぶりの登場です、中井ちゃんです。はい、中井ひろみです。よろしくお願いします。ちょっと15年そうですね、今日あともう一人ゲスト、呼んでおります、世界が誇るバーベキュー芸人、武田バーベキューさんです。どうぞ。おはようございます。ナイスバーベ。あ、こっちかな。はい、よろしくお願いします。すごい慣れてますね。でしょずっと回してこう優しく見守るっていうめっちゃおもろいじゃないですか。まあ、2人いて1人なんで、はい、すいません、よろしくお願いします。武田バーベキューと言いまして、はい、ということで、今日も、オレンジが運営してます、はい、新しいキャンプ場に今から行きたいと思います。はい、行きましょう、はい、せーの。はい、はい、着きましたね。着きました。ということで、まあ、着いたんですけど、はい、武田君は今日はどんなことしてくれるんですか。今日はですよ、はい、あの肉を焼いてくださいという依頼がありましたので、はい、肉持ってきてます。はい、どこにあるんですか。あのここにしてる。はい、やてくださいこれ。すっごい。これこのね、厚み。すごい。すっごい。あれぐらいありますかね。大都市のタウンページより分厚い。懐かしい。懐かしい。結構皆さん憧れるんだけど、このお肉を上手に焼くっていうのがやっぱりできないっていう方すごい多いと思うんですよ。難しそうです。せっかくね、大きいお肉買ったんなら美味しく食べたいじゃないですか。うん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 、そのポイントなんかをお教えしたいと思います。わあ、嬉しいな今日。なんか食べれるんですよね、もちろん。食べれます、食べれます。なのでじゃあちょっと仕込みながら、手を張りながら、はい、ちょっとワイワイとやらせて。やりましょうか。はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。バーベキューの前に、まずはキャンプのベースとなるテントとタープを設営。今回はデンマークの人気ブランド、ノルディスクのアスガルド。ワンポールテントなので設営はお手軽。ただしペグの打つ位置やロープの張り具合でバランスよく綺麗に張れるか張れないかが問われるテントなんです。よいしょ。普段はソロキャンプ用のテントを張ることが多いバーベキュー芸人武田くんも8人用の大きなテント設営に楽しそう。中井ちゃんもキャンプのスペシャリストたちに教わりながら順調に作業が進みます。これちょっとキャンプ行けますね。ちょっとしたらロープを3分割したうちの3分の1ぐらい、はい、で取ってもらってあと締めるってやると。なるほど。で最終見た目が綺麗です。ただそれだけもバランスが良くなる。そうです、そうです。まあ、この辺に仮でやっといて。え、大変なんですよ。 YouTube も流してるんでそのネタも考えながらこうやらなきゃ。あ、そう考えてるんですか。ちゃんと考えてます。当たり前じゃないですか。ちゃんと考えてたんですね。アウトドア芸人ですから。芸人なんすか。オレンジ所属の。そうそうなんすか。よく食っていけてますね。タレントですから。そうね、そうですよね。でももう次はリビングの屋根となるタープに取り掛かります。でもこれなかなかこうキャンプ初心者でこの一式でバーベキューキャンプできるなかなかいい体験できますよね。これから僕もこのセットあのフルセットで初めて見るかもしれないです。今こうやって高いのを紹介してもらってますけど、これは高い部類ですね。もっと安い部類もあるんですよね、もちろん。どうしました、忘れました。ないんちゃうか。あれどこにあったっけ。現場に流れる変な空気。二人が焦り始めました。リビングがもしかしてできないかもしれない。みたいな単語が聞こえたんですけど。やばいな、言ってますよ。ここちょっと散らかしただけじゃないですか。その場合親切だけでいいんじゃないですか。タープを張るためのロープがロープがない、ね、ロープが欠品しております。ちょっと探します。ロープを忘れてきました。山本店長笑ってるけど当たってません。めっちゃ焦ってるよね。できません。最悪あの本当に足りないときはここの紐とか僕提出するんで、みんなのつないでなんとかやりまし
こことかもうこの辺とか出すんで僕なんとかなりそうなんとかやりましょう。出てきましたよ。出てきた。これ長いの。なんか出てきた。どうすか。なんとかなるやろ。ロープの数や長さは足りないもののポールの立て方やタープのレイアウトを工夫してリカバリーします。さすがで、もともとこれでやろうと思ってたねって感じのぐらい雰囲気出てきました。これでやろう思ってたの。え、そうだよ。だいぶ慌ててましたけどね。キャンプのベース設営シーンで予想外の事件に見舞われた今回のキャンプスタイル。テントとタープ完成ですか。完成です。あーやった。今日焼くお肉、すごい、ね、グッドグッドミートさんっていう、はい、放牧から全部一貫してされてるっていうところなんですけど、まあ、詳しくは、吉田さん呼んでますんで、はい、ご登場いただきましょう。はい、はい、わーすごい超肉体超肉体。ありがとうございます。今日はもう一番スペシャルなやつ持ってきました。日本のほとんどの牛は穀物を食べて、はい、あの霜降り和牛あの油をつけるんですけど、これはもう、はい、サシの入ったんです。これは赤身は、うん、この牧草を食べることによってなるお肉でして、牧草とあと放牧をやってるお肉です。バーベキュー芸人として活躍する武田バーベキュー、武田くん。まずは火起こしのポイントから伝授。これね、よく着火剤をつけて市場で青かったりするじゃないですか。はいはい、あれはどうなんですか。あれもね、できればやめてほしいです。着火剤によって弱い着火剤もあるんですよ。はい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 、あの風力で消えてしまうこともあって、最初って本当にね、ぶわっと燃えてちょっとこう白くなってきだしたりとか、はい、バーベキューが一旦落ち着いて、うんうん、火力が弱くなった時とかに仰いであげると火力復活するんで、それまでそんなうちわっていらないんですよ。いきます。うわー、ほーナイスバーベー待ってました。このシーンナイスバーベー。これ出たもんだ。これですわ。うわ、何点ですか。100点。もう100点。まさに豪快。これが塊肉バーベキューの醍醐味。ほんで、瀬戸大橋状態で100点です、ね、瀬戸大橋です、これ300点です。焼き方、今テロップ入ってます。瀬戸大橋焼き。これで蓋をしながら、これ置くとき、X ジャパン流しといてください。なんとなく。うわあー、ナイスバーベ。画面の手前がフィレ、この奥がサーロイン。いいですね、いいですね。めっちゃいい。うわ、やば。重い。わーお、すごい、すげえ、すごい、マスト牛乳するな。ねえ、ほんとに牛乳する。あー、たまらん。だからやっぱ肉を目の前にすると人って声出るんすね。ズバーン行っちゃいましょうか。行きましょう。仕上がりはいかがかな。うわ、美味しそう。あ、でもいいじゃないですか。うわ、綺麗綺麗、なんか綺麗。カタログのやつですね。ですね。ね。一気にいきますよこれ、はい。さあまず中井ちゃん。もう増えない。めっちゃ出た。事件です、事件です。めちゃくちゃおもろいじゃないですか。いや、やっぱね、チャンスよ、チャンスよ。15年ぶりなんで。15年ぶりにこんなことできないでしょ。この辺で昔の今流れてますけど、15年ぶりなんで。多分やってたでしょ、どっかで。どっかでやってませんとこれできないですって。爆発しまーす。え、噂爆発。ミートボムが。うわ、たっぷりいただきます。さあ、武田君もどうですか。最高。いや、言葉にならない。拍手。うわ、寿司やん。そして、堀西さん。寿司やん。うまっ、ね、めちゃくちゃうまっ。いや、ミートボムせんでええねん。何なんですか。え、ちょっと待ってください、僕食べられてないです。下手くそな。うまっ。困った。山本フリーズ。
王者食い。王者食いですよ。T が T を食らいます。お前だけなかった。うわうまっ。うまそう。すごいな。もう勝手にこうかぶりついてこういう絵をはい、はい、想像したの、はい、引っ張ったアウト、はい、もうスッと切れた。柔らかすぎ。切れましたね。すごいですね。いや、まずお味噌にしました。強いですね。強いですね。カラビナと網出しあるいやお肉うまかったっすね。うまかった。うまかった。いや僕ひそかにこの歯の間のやつまだ食ってます、ね。まだうまい。もっと食いたかった。あれまでもまあほんまうまかったです。いい感じ焼けましたよ。ですよね。さすがでしたよ。美味しかった。やっぱ技術が違うねプロは。いやいやそんなことです。肉が良かったんですよ。いやあのスパイスが良かった。スパイスが。アウトドアスパイスなんで基本的には外で使う人が多かったんですけども、はい、あれって実は家の中でもめちゃくちゃいい調味料としてだから外用に買うんですけど、はいはい、大体使うのみんな家の中なんですよ。で一番簡単なんていうとなんか豆腐にかけるとか冷ややことか卵かけご飯にちょっとかけるとかそれだけでも全然変わりますから。もう本買わなくてもいいですかね。でも全部どこで言うてって危ない危ない危ないもう言わんとこ。でもそんなんが基本にありながらプラスアルファこんな料理もできたりとかいっぱい載ってますね。もう70品ぐらい載ってるんですよ。すごいですね。またバーベキューの時はぜひ。いやもちろんじゃないですか。バーベキューじゃない時もバーベキューじゃない時こそ呼んでほしいですね。え僕家族でキャンプ行くので料理長で来てくれますか。ギャラによるな。ただそれは僕がいなくても、はいはい、こちらに出ております、はい、やみつき堀西レシピ見ていただきます。あなるほど。前菜からデザートまで載ってますので堀西レシピ買った方がいいですね。これ買ってください。これはね、なるほど、はい、買おう。これも買ってください、うん、はい、次回のキャンプスタイルはこれからキャンプを始めたいというファミリーやソロキャンパー必見。和歌山県御坊市にあるキャンプ場から番組のキャンプアンバサダーが初心者向けにキャンプシーンのさまざまなテクニックをご紹介します。お楽しみに。ナイスバーベ。